雄大な北海道の大地を馬に乗って駆け抜けるのは女優広瀬すずさん。100作目を迎える連続テレビ小説夏空のヒロイン奥原夏を演じます。私が演じる夏から生きるエネルギーとか何かを楽しむエネルギーとか常に笑ってる女の子でもあるので、何か朝届けられるものがあったらいいなって。どうだ、広いだろう。終戦後の昭和21年、戦争で両親を失った夏は父の戦友だった柴田武雄に引き取られ北海道十勝にやってきます。豊かな自然と強く優しい大人たちに囲まれて暮らす日々。大丈夫さ、精一杯あの子を応援する人でいたいのよ。夏は愛情を受けたくましく育っていきます。そして見つけた夢。日本でこれからアニメーションを作る人、アニメーターっていうのになりたい。いざ東京へ。夏は念願のアニメーションの世界に飛び込んでいきます。うちの試験受けんだって。食事は懐かしい朝ドラヒロインが続々登場。なっちゃんなっちゃん。そして新たな出会いも。お前夏か。連続テレビ小説夏空。